どうもじっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。どうもじっさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストバンクマッチシーズン9に挑戦していきたいと思います。今日はですね、ヘリオポリスとなっておりますね。イエー、うわ、クシャトリア、すっごいラグい、この人。大丈夫かな。弾は一当たりますね。で、ヘビアームズ。あ、そういやね。今日はですね、ヘビアームズで出撃しております。なんだろうな、10戦、12戦ぐらい使ってるのかな。平均ダメージは4戦ぐらい取れてますね。食らうダメージは多分2戦台。中盤から後半ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど、まだ成績的にはね、まあ、普通ぐらいなのかもしれないですけど、勝率が非常に悪いですね。2割切りますね。地雷っていうんですか、全然役立たないプレーはあんましてないんじゃないかなと思うんですけど、ミサイルが変なとこ飛ぶな。難しいですね、勝つのって。そのせいかなかなかポイントもたまらずね。何点ぐらいたまってんやろ今。一応ね、ディステニー、あ、ラグいのつらいな。こっちもラグく見えてんのかな、わかんねえけど。えい、よし、当たった。あ、ミサイル難しいですね。適当に戦ってても当たりますけど。外した。当たるかな。よし。あ、覚醒の方が良かったかな。当たった。はい、サンクキングダムの方が成績は良さそうな感じでしたね。ヘリオポリスはなんかうまくいかないですね。届かんか。覚醒にしといてよかったな。間違えたね。ミサイル、おお、あっちに飛んでったよ。距離があるのかな、当てやすい。おお、みんな当たった。次はたまになんかあんな風にね、ウェーってさ、オーバーヒートしてる。ピレッ。このバルバトスさんにやたら、狙われてるわけじゃないけど、当たりますね。うひょ。で、このフリーダムは落としときたいな。えい。よし。あとは、この人か。よし。久々に勝ったよ。ということでね、チームの皆さんありがとうございました。切ったな、誰か。誰か切りましたね。まあ多いですね、ランクマッチね。マナー悪いですね。久々に勝ったのにな。はい、ということでね、まあ、このまま切断で終わるか先行けるか分かんないですけどもね、落ちましたね。残念ながら落ちてしまいました。まあね、ランクマッチ今回期間もちょっと長め、スタートダッシュが長いんかな、のでね、ディスティニーたくさん手に入れられる方おられると思いますけどもね、じさまも頑張ってディスティニーぐらいをフル強化狙っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。